このシンポジウムは農業や地域の活性化を図ろうと宮崎産業経営大学が毎年開いているものです。今回は EU とウクライナ大使館の関係者がウクライナ戦争と食料安全保障をテーマに講演し、戦地の現状や食料価格が高騰した背景などを説明しました。Ukrainian farmers who live in Kherson region will not be able to take harvest of watermelons. 今ウクライナとロシアが戦争が行われている中で、日本私たちが何ができるかということを深く考えられる場面になりました。自分たちの支援で少しずつなんか復興とかしていくことが分かって、募金とかそういうのもやっていきたいなと思いました。参加した学生たちは戦争が引き起こす農業や暮らしへの影響を改めて考えていました。